はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、夏美が腹筋の筋トレをやってもらえることになったのでお願いしたいと思います。それではお願いします。はい、じゃあ今日は腹筋ですね、お腹に効く筋トレをやりたいと思います。手はですね、お尻の下にこのように入れてもらって、で首をですね、重要なのは首をもう寝たままではなく、仮に寝てやってもいいんですけど、あまりこの首に行かないので、ちょっとこうおへそを見るような形ですね。首は、お腹のおへそを見るような形で首を起こしてもらって、そうしますと、そこ触ってもらって分かるんですけど、硬くなるんですね、お腹のこの腹筋が。おへそを見るような形。このままだともう柔らかいので、あまり腹筋に効かないんですね。なので、お腹を見るよう、おへそを見るような形でこう首を上げてもらって、で、手は、両手はお尻の下。で、足を上げます。そのまま伸ばした状態で、足を上げて10回。まずやります。いきますね。1、このぐらい上げてください。20回やっていただいても、ポイントは、はい、お尻に手を当てることと、はい、それからあの首を起こして自分のお腹を見ること、お腹のあたりを見て、はい、で腹筋が効いたような状態で足を上げるってことですね。そこが硬くなってる状態で、はい、のこの腹筋がですね、はい、はい、で足をこのように上げる。きつい方はこのぐらいでもいいと思います。あ、でもこの方がきついかも、意外と。じゃあ、そういう形でありがとうございました。今回はこの辺りで失礼いたします。マイクでした。